きます。先ほどの想図の方をちょっともう一度、テバスと書かれている装置、こちらの装置が、去年一昨年で新しい、こちらのような2段目アンビルを組み込むことで実験を行います。2段目アンビルの中には資料をセットし、いいでしょうか。それでは、引き続き、今度は松永県のラボツアーの方を始めたいと思います。この装置は材料の力学特性をナノスケールで評価する装置になっておりまして、装置全体が暗膜で囲ってあります。しかし今はコロナウイルスの影響で、多くの計算グループの学生が自宅の方で研究を